人気アイドルグループ乃木坂46のメンバー齋藤飛鳥が26日に放送される日本テレビ系スペシャルドラマリモートで殺される50時30分に出演する。リモートでの会話を中心に繰り広げられるリアルタイムミステリーで、齋藤は物語の鍵を握る人物を演じる。撮影前の齋藤にこのほどインタビューを行い、本田翼、新田真剣、優、前田敦子ら役者陣が顔を揃える作品については、もちろん緊急事態宣言下という設定のもと進行する物語にちなみ、実際の外出自粛期間を経て感じたことなど話を聞いた。高校時代の同級生6人、野島絵里、本田、野村優作、新田、藤原太志、江本次生、井上徹、早乙女太一、北川淳二、前野朋岡奈、松園佳代子、前田がリモートで集まることから始まる。不可解な連続殺人に巻き込まれる6人の共通の秘密が、高校時代の同級生田村由美子、齋藤が屋上から転落死を目撃したこと。果たしてその真相とは。秋元康氏による企画原案、中田秀夫監督による演出でスリルたっぷりに描いていく。リモート通話を題材とした作品だが、齋藤自身は外出自粛期間にリモート通話をする機会はあまりなかったそう。メンバーは結構ゲームをやりながら何時間もリモートするという話は聞いたことがあるんですけど、私はあまりプライベートな用事ではしていなかったです。お家では何もせずに映像を見たり本を読んだり、それこそ体を動かさないといけないから何かやろうかなと思ったけど、特に何もせずに自粛期間が終わってました、かっこ笑いと茶目っ気たっぷりにはにかむ。だがこうして仕事を再開させたことで、やっぱりお仕事ができる環境はもちろんありがたいなと。メンバーやスタッフさんとも直接は会えなかったので、メンバーと今まで毎日触れ合っていた時間がいかに大事だったかというか、私にも必要だったんだなと理解しましたと噛み締める。ドラマ撮影は一人だが、メンバーとの仕事ではちょっとみんなに会うのは緊張しました。いつも何を喋ってたっけ、たあいもない会話ってどうだったっけみたいな、かっこ笑い。でもいざみんな集まるとずっと会っていたみたいな空気で喋っていたり、それはメンバーだからこそ安心感がめちゃくちゃありますねと、ホームに感謝する気持ちも。当たり前にあった日常がそうでなくなる歯がゆさ、ファンに対してもそれは感じているそうで、私たちはライブや握手会で直接ファンの方とお会いする機会をすごく大切にしていたので、それがなかなかできないとなると、こちら側もモヤモヤするというかもどかしさがある。もちろんできるだけ早く何かしらファンの人と会えたらいいなと思いますが、難しいとは思うので、今は映像作品に出演してみていただいて楽しんでいただけたらなと思いますと呼びかけた。女優前田敦子との共演に期待、学べることがあるのでは、衝撃シーンにも挑戦。今回の作品については、今のこの状況ならではという設定もありつつ、怖さがちょうどいいと言いますか、日常にはありえないけどリモートが増えている状況でちょっと想像してしまうような怖さのある台本だったので楽しく読めました。こういった作品に出演できるのはすごく嬉しい。いろんな役者さんに混じって出られることも嬉しく、すごく楽しみにしていました。由美子は清楚なアイドルイメージを覆す、少し屈折した部分も持つ二面性のあるキャラクター、不良だしちょっと悪い女、そういった印象はもちろんありますが、ちゃんと聞いてみると優等生だったりチャラチャラしているわけではなく、理由があるという設定なので、セリフ一つでもその感じが出せたらと思いますと意欲を見せる。今をときめく俳優陣に囲まれての撮影現場はもちろん緊張しますけど、普段なかなかご一緒する機会がないので楽しみですし、何かしら吸収しなければ。私はお芝居の経験も多くはないので、足を引っ張らないようにしなければいけないと思いますと背筋を伸ばす。しかもその中にはアイドルの大先輩でもある前田の姿も。
前田さんがいた頃の AKB48 さんの楽曲を今でも聴くくらい好きなんですが、それと同じくらい前田さんの女優さんとしてのお仕事を見ているつもりなので、アイドルの先輩としてというより女優さんとしてお芝居や現場のあり方から学べることがあるのではないかなと、と尊敬の気持ちを表す。今回はそんな前田とある衝撃的なシーンにも挑戦。台本で読んだ時の印象を聞くと、びっくりしましたと声がワントーン上がり、その驚きを物語る。前田さんではなくても誰でもそういうシーンがあれば緊張するのですが、それがまさかの前田さんとは。どういう雰囲気で撮影が進むのか想像がつかないですと、ぜひその仕上がりは本編で確認してほしい。なお、放送終了直後から動画配信サービス Hulu では通常版だけでなく新たな撮影シーンを加え、リモート画面の向こう側を描く殺人の裏側編も配信予定としている。